Skate Network。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。15分押しですが、FSN.TV、今夜も始まりました。私司会の、ハードツアイス代表シークレットカット編集長の中村幸久です。よろしくお願いします。ですね、告知があります。シークレットカットが出ます。もう出ます。もう出ます。お待たせしました。ですね、これできてると思いきやできてないんですよね、実はね。でまあ、いろいろちょっと諸事情がありまして、諸事情が一応もうじき出るので、まあ10月の25日ぐらいに出る予定です。今回からちょっと400円だったんですけど、前回500円にちょっと値上がりしてるんですけど、いや、それが待ってこの本にこういうねステッカーがつくんですよ。こういう協賛メーカーさんのこの非売品のね FSN.TV のステッカーだったり、このエビセンのステッカーだったり入ってるんで、ステッカー買うんだったら本買ってください。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひシークレットカット .net で取り扱い店出てるんで、ちょっとホームページの方もチェックしながら買ってください。本当に買ってくれないと相談しちゃいます、うち。よろしくお願いします。はいはい、じゃあ買ってください、本当に。じゃあ行きますよ。今日も大丈夫ですか皆さん。じゃあ、今日も生放送で最後まで、かなり VTR あるんでね、ぜひお酒でも飲みながら最後まで見てください。よろしくお願いします。どうぞ。乾杯。チリンって なんかいいことあったよ。こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。始まりましたね。始まりました。15分押し、15分押し、相変わらずすいません。すいません。どうしたんですか。これをいただいたんです。ハッピー、知ってるこれ。ハッピーフィフスアニバーサリーウォルコムストア東京。もうすげえ、5周年だよ。原宿の知ってる、行ったことある。あるちゃんとあるでしょ。あります。お世話になりました。ありがとうございます。その説ありがとうございます。いや、5周年なんだって。で、その5周年を記念してこんなの、お、大豆エクスペリメント、中目黒にあった大豆実験っていうところの、なんていうの、そのショーをやったのかな。すごい、いろんな人の作品、こういろんな人の名前が入ってて、すごい見えてるよね。そう、いろんな人のアートがあったり、そう、それをなんていうの、日本人っていうか日本のね人たちがやってる、ごめんなさい、やつをさ、ボルコムがこうやってサポートするってすごくない？すごいよ。すごいっすね。これはみんな見たいと思うし、うん、いや、これいただきました。ありがとうございました。はい、ちょっと名乗りなさいよ。あこんな紹介、名乗りなさいよ。はい、じゃあすいません、 FESN.TV 主催してます森田隆弘です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、VHS マグ編集長の関西です。今夜よろしくお願いします。
お願いします。私とスケートボードどっちが大切なのって言われたら、あっさりスケートボードと答える私だ。半端ないっすね。やばいね。半端に出ましたよ。考えましたからね。考えたよ、今。まあ、ちょっと黙ってたもんね、ずっと。こうやってながらずっと考えてたもん。何をかな。あ、いや、かまずにかめま、あれ、言えます。今かんで、今かんで、プレッシャー。いや、はい、じゃあ、あの、面白いことはないです。地元で、カリフォルニアストリート勤務していて、カラーコミュニケーションズ代表してます、小原雄一です。よっ、はい、今夜もよろしくお願いします。神様、皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。皆さん、はい、この1ヶ月も、はい、日々自己反省してましたか。自己反省だらけですよ。しておりましたか。しておりました。あ、そりゃいい、そりゃいいね、うん、いやいや、どうしたって自己反省ですから。はい、私事ですけど、はい、先日会津若松上空にある、はい、ナイトクラブでの、ライブを無事大盛り上がりで終わりまして。あの、勝手っすね。いやいや、展開ライブめちゃめちゃ盛り上がりましたね。会津上空にあるナイトクラブ。はい、あ、この情報いらなかったですか。いや今日の、はい、ツイートのお題を、はい、言いますね。はい、スケボーの音楽について。前回もそうじゃなかった。前回もスケボーの音楽について。前回一緒じゃないですか、神様。気づきました。はい、前回が、はい、あまりにもツイートが少なくて、はい、ちょっと神様心配なんですね、これ。金曜やったもん。金曜やったっけ。あ、まあちょっとタイミングもあると思いますけど、まあ自己反省ですよ、これも。自分が悪いと。はい、ただ皆さん、はい、生活に音楽は欠かせないでしょ。うん、そうですねいや、そうですすいません、間違いない。すいません、これを見ている皆さん、はい、単に音楽をなんか簡単に聞き流してないですか。いや、神様今日ご機嫌ならめ、ちょっと苦言を呈して。なんかおかしくないですか。なんかいつもと違くないですか。なんか今日スケートには音楽が欠かせないんですよ。そうです。わかりますか。わかります。梶谷特派員。特派員力特派員。梶谷特派員って言った。特派員って言った今。勢いで。特派員、おりますか。おります。はい、私です。なんか告知があるんじゃないですか。はい、告知があったんじゃないですか。告知、ついにですが、これが出ました。あ、スライダーです。スライダー、あの最新号が出ました。スライダー、すげえ。スライダー、のぞきボーンズ。すげえ。見てお分かりと思いますが、ボーンズブリゲート。知ってます。もちろん。あ、ブロックだ。もちろんね、もちろん。パウエル・ペラルタの、キーメンバー6名を。付録もついてる。付録もついてますね。まあ、こんな感じで、あの、取材してきました。がっつり掘ってきたので、ぜひぜひ。ちょっとボーンズブリゲードでさ、うん、ね、誰だった。自分は誰だった。俺、うん、自分は誰だった。ボーンズブリゲードの中でアメリカンは誰だった。俺ね、俺キャバレロやったかもしれない。キャバレロ率、そう、わ、すごい、すごいじゃんこれ。昔のやつだよこれ。すごい昔のデザインでしょ。お前これ当時のやつじゃん。俺はピンとこないけどね。あ、そう、うん、そうだよ。スケートステューシー。ステューシー。そうそうそう、当時あれやったよね、あのボーンズブリゲードでみんな誰みたいな。俺は誰だね、あったあった、うん、ちなみに俺は誰だった。俺はね、一番初めに船橋でボーンズブリゲードを見に行ったの、日本来た時に。そしたらマイク・マッギルがかっこよすぎて、マイク・マッギルだった。マッギル、マッギル、マックツイストの。マッギルだった。お、俺初めて自分で拾った板もうマッギルだった。拾った板、置いてあったから拾ってたの。拾った板、ドクロのやつ。そう、熱い剣のやつ。そうそう、まあこんな感じで、あのトニーホークに会いに行ったり、
キャバレロに会ったり、いろいろインタビューしてきたんで、うんうんうん、なんと言うね、その、はい、ソニーホークに会ったり、キャバレロに会ったり、はい、ぜひ、ね、見てください。いい仕事してますよ。いい仕事してますよ。いい仕事してますね。マジタニ特派員、はい、VTR があるんですか。あ、そうなんですよ。今回のこれで、ボーンズブリゲードの試写会レポートしてきました。で試写会行った。はい、はいはい、ボーンズブリゲードのドキュメンタリー映画が、シネマライズ渋谷の12月1日から公開ということで、それに先駆け試写会に行ってまいりました。これすごい、うん、でいい、ね、まあ、この GoPro で撮ってきたので、すげえ。ではでは、見てみましょうか、それを。僕もまだ見てないからどうなってるかわかんないですけど、見たいです。それでは皆さんでいきましょう。みんなで覗きボーンズでやりますか。覗きボーンズでやろうやろう。覗きボーンズ。VTR です。どうぞ。いいね。わたし君何？覗きボーンズ。はい、はい、じゃあ皆さんで、せーの。覗きボーンズでいきます。VTR、せーの。Bones Brigade premiere. Awesome. We're here in Shibuya. Gonna see Bones Brigade premiere. Wait, I can't wait. Hi, here in Tokyo. At the Bones Brigade premiere. Pretty excited about seeing it. I missed it in Portland, and I'm happy to be here for the one in Tokyo. So it's gonna be good. Pretty excited. Woo! 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 Woo!今度はね、今月の27日にアメリカに行って、一応このキャスト、ボンズブリゲードの全員に会いに行こうという旅をしよう、することになってて、これは映画のパンフレットとかの、クリーンルーム配給会社側の情報で出すっていうために全員訪ねに行こうと思ったんだけど、それが一応27日から始まるんだけど、その模様、その道中の模様が、ボーンズブリゲードムービー .jp でずっと Facebook でアップしてくれて、それを追跡してください。ボーンズブリゲードムービー .com で100倍楽しむ方法を教えます。すごいよ。ナイス編集。すごい。いやいやいや、ボーンズブリゲード100倍楽しめるサイト。サイトあったね。うん、やばい、ね。なんすかそれ。楽しみたいですよ。いやー。ボーンズブリゲード .jp ですね。すげえ、うん。だって。サイトもあって。で、あれでしょ、リップ君が行って、みんな現地に取材して。そうね、全員会って、それがそのサイトで見れるという。すごいね、いろんな方法でいろんな表現の仕方でさ、ね、いろんなことができるんだよ、うん、今すごい。いやでもすごかったよ。すごい、いや素晴らしい。あ、ボンズブリゲードの映画、いやすごいすごい、キャー、素晴らしい。 あれはほんま見た方がいいよ ね、うん、ね、ぜひぜひ劇場に。俺はリアルタイムじゃないけど、うん、でもやっぱ最近のあのボンズブリゲード の人たちを知ってるわけだ、長い間で、そのリアルは知らないけど、でもやっぱ感動する、うん、あるね。あのドクターン&Gボーイズの時、ドクターン&Gボーイズみんな見た人いればあるかもしれないけど、うん、僕らの世代なんかのずっと先輩の世代じゃない、うん、だけどなんて言うんだろう、わかるよねその感覚たるは、うん、そのかっこいいとか不良っぽいだとか、うん、なんかいろんな、うん、さアグレッシブだとかっていろんなことがあるけど、それはこっちの時代にもやっぱちゃんと普通にあることで、うん、でだから共通するものはちゃんとね、ドクター&ジュボイズは分かる、だからパウエル・ボンズ・ブリゲードもそれは分かるんだろうなと思うよね、熱、うん、さとか、うん、その時の緊張感とか、うん、で一つのことをこう追求することとか、うん、しかも有名なスケーターやっぱそんぐらいトップって少ないわけだよやっぱ、うん、いや泣いてる人か、そうだよ、ダンスマウンテン言っちゃったあ、まあまあ劇中っていうより試写会に見に来てた、うん、見に来てる人がね、まあ、その隣の人泣いてたね、そうだ、うん、今すいません、本当言っちゃう、思わず言っちゃう。でもそれ言うのはなんて言う言わないの問題じゃなくて、真剣です。言う言わないの問題じゃなくて、でも
それをちゃんと目撃することだと思うんで、うん、あのすいません言ってしまいました。でもあの皆さん、はい、ハンカチ用意して、はい、用意して、まあそう、でもそれぐらいぜひぜひ真剣なものだと思います。深い深い。わお、すげえ。いやいや皆さん。はいはい。梶谷特派員ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて森田特派員。はい。急すぎますか特派員は。いや全然森田特派員全然いいっすよ。レポート言ってくれたのは、はい、レポート梶谷特派員だけではなく、うわそちらもプレッシャーを与えてくれますね。言っていただいたみたいで、まあ本当にすごくいろいろ あるんです、うん、いやあったんで、もちろん1ヶ月はだけど、実は僕私くんと一緒っすよ。私くんと、私くんと一緒の思い出を共有してしまいました。もう前回の放送の次の日ですよね、はい、あれからそのままフェスに行ってきました。勢いで勢いで我々二人で行ってしまいました。フェスボーイ、フェスボーイだけにフェス行ってきました。いいですね、はい、ちょっとじゃあその VTR 見てみたいんで、はい、じゃあ見てみますか。はい、はい、じゃあ皆さんで一緒に、はい、せーの、 VTR スタート。もうこれじゃなかったな。来ましたけど、この辺でフェスがやってるらしいんですが、どんな感じでしょうかね。なんか全然フェスの匂いがしないんですけど、どこだどこだ、あ、ここか。T シャツ出ました。サンマ、秋の味覚サンマ。これ食べられないけど。200円。日本が入ってます。お相撲さんもいます。ちゃんこ鍋。本当のリアル、リアルお相撲さんのちゃんこ鍋。ニンニク入れますか。あ、どっかで聞いたことじゃん。ジローインスパイア系ジローインスパイアちゃんこだって。どっかで聞いたフレーズかなりいっぱいあります。おいしそう。タコたちもブルチンで、我らがステージパークです。男座はカレー、気持ちは食堂、いろいろあります。一応東京ドームのね、氷、はい、キャンピングテーブル、オーライ、スタンバイが整った、アメリカハンバーグ、なんすか、なんかやってますね、リストで、こういうカルチャー初めて見ました。一応ゴールになってる。
危ないです。今日もぶっとくいきましょう。立ち上がっていきましょう。いいですよ。相当楽しかったね、ほんとやっぱほんともう、なんていうの、みんなさ、結構プロが集まってるから、プロっていうか、すごい、ほんとに、うん、あのご飯とかはもうほんと普通にめっちゃ美味しかった、うん、ご飯がもう普通に美味しくて、うん、もうね、ちゃんこ鍋とかやばい、やばもういろいろ食ったね、いろんなものもほんと美味しいんだ、うん、その値段も全然高くなくて、うん、結構良心的、うん、でびっくりしたね、ほんとにうおーってやばい、ね、市場なんだよね、あそこ、なんか、そう、なんか冷蔵庫だから、そう、なんかその市場っていうか、なんか倉庫の冷蔵、冷蔵、なんか市場の、なんかそういうところで、場所で、うん、結構すごい場所なの、で、そこで普通に、なんていうの、ああいうことやってる、うん、で、ステージがあってラップしたり、いろんなことしたり、うん、音楽やったりとか、ステージがあって、もうほんとダンスしたり、うん、子供たちは、あの、ちっちゃいあのプール、プールあのプール設営したのは S.O. ジェシー君、あー、そうそう、もうこのプールを思いっきりこう作って、おおって一番来たら、おお来た来たと思ったら、と思ったらいきなりもうプールをおもろってバーンって作り上げて、シコシコとかやってたっすね、やってたね、そしたら子供たちがキャーってなって、おお すげえ地域社会出来上がって、やばかったっすね、いやめちゃくちゃ面白かったっすね、いやすげえ面白かった、はい、その後ハイブリッドの試写会もあったっすからね、あ早川くんの、はい、あれじゃない、なんか DJ が生で合わせるっていう、ああそうそうっす、やってました、あそうなんだ、はい、あ何音最後に、そうそう、なんか映像に合わせて DJ が生で音をこう生でへぇあ本当、なんかフリースタイルみたいなやつでやってましたね、DJ と、私くん、はいはい、可愛い女の子いましたか？いましたよ、いっぱい。いたんですか？そこが気になったんですけど。神様。あんまり言っちゃうとさ、ここら辺が嫌な顔するから。いやいや、しない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 。あなたフリーですから。まあ、私はフリーですから、ね。フェスボーイなんてね、名乗っちゃって。でも、そうか、うん、可愛い女がいっぱいかな。ちょっと、リアルお相撲さんっていうワードが気になってる。まあ、とにかく皆さん、はい、女性には優しくしてください。はい、はい。はい。はい。大原特派員はい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 。今度は、大原特派員。次は、大原特派員。あなたの番じゃないですか。やばいやばいやばい、もう。はい。はい。お願いします。あ、僕ですか？気取ってます、少し。いや、僕が、フェスは行ってないですよ。あ、本当ですか。大原特派員、何か、持ってきたじゃないですか。特派員はしてないですけど、家にこもってましたよ。そうですか。はい、またこういう、こうカタログ作ってました。もう、すいません。みんなが、まただ。いやいやいや、まただ。いろいろ、またまたそうに。いろいろ作ったんですよ。まただ。また、ちょっといい、ほら、ちょっと待って、これ、ここに。また作った。ここに。
ちゃんといますから、こうポーズ取ってる人が、ほら、おお、ほらモデルデビューした、ほらすいませんほらちょっとモデルになっちゃったね。モデルになっちゃったよ。しかも、はい、しかもですよ、こちら、あ、このままよ、こちら、これ、これ私鍋文弘カラー、あーすげえ初の、はい、待望のシグネチャーカープじゃん、カープ、はい、広島カープじゃん、いやカラーです、広島カラー、気になりますね、え、違う、広島カープじゃん、え、いいじゃん、いや、もう嬉しいですよ、嘘、すごい嬉しいですよ、こういうのを、一生懸命家でやってました、はい、広島行こうとしてるでしょ、もう今からいきなり、私くん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 、はいはい、それは衣笠を意識してるんですか、そうそう、いや、ほんまもんだから、全部色も全部選ぶ、全部、まあ、はい、そういうことだ、赤いもんね、いつもね、赤ですから、これ赤い、売れるといいな、いや、売れるよ、爆発的に売れるといいな、売れるよ、ありがとう、販売はいつだっけ、販売は来週あたり、来週あたり、来週あたりに、全国のスケートショップさん、あ、でもちょっと待った、ちょっと違う、やっぱりここの中に内側に赤い縁取りがちゃんと入ってる、細かいな細かいことやってるな、細かい、細かい指示出すもん、細かい指示出すもん、まあ初のシグネチャーなんで初のシグネチャーはやっぱりはいこだわり入れたい、いやー素晴らしい、いやすごいデザインじゃないですか、すいません、カラーいっぱいデザインあるみたいですね、はい、皆さん買ってくださいね、買ってください、ちょっと見せて、みんなちょっと見たいな、はい、あ、いろいろ、じゃあこっちも持つよ、あ、いきなり、これ持っちゃったやっぱり俺が持っちゃった、まあ、こんなのね、はい、うん、モデルがみんなライダーなんでしょ、ライダーと、ライダーと、ゲストと、ゲストと、はい、今回ゲスト、ゲスト、いや、やってますね、仕事、いや、もうこそこそやってます、遊んでる、素晴らしい、フェイスばっか行ってる、フェイスばっか行ってる間に、間に、そうだね、行っちゃいましたね、はい、やった、あ、いい笑顔してる、ミザくんですか、ミザミザくん、ミザパート、ミザ、はい、ミザミザパート、はい、いいね、よし、はい、はい、すいません、あ、いやいや、いや、いいですよ、はい、はい、こんなことやっておりました、はい、いや素晴らしいですね、おはら特派員、はい、特派員、ありがとうございます、特派員では、はい、覚悟はいいですか、覚悟はいいですよ、皆さん、何ですか、はい、覚悟はいいですか、はい、はい、聞こえますか、はい、来ましたよ、これなんだなんだ、ゾクゾクしてる音楽のコーナーすごいね、前回から始まりました、皆さん、はい、聞いてますか、はい、はい、前回から始まりました、はい、スケートボードに使用された音楽を紹介するコーナーです、はい、はい、これ注目のコーナーなんで、はい、前回話題に出た411-15 の、はい、トランジションパートで使われた楽曲を、はい、小原特派員から紹介してもらいます、すいません、すいません、なんだかいきなりで、小原特派員、はい、小原特派員、いや、前回、まあ、スケートで使われた音楽に対応して、まあ、411のスイッチスタンスのパートでトンペニーが滑ってる、まあ、レディオヘッドの曲っていうのを紹介したんですけど、調べたんですよ、調べたんだなんかそういえばもう一回見たいっていうのもあったし、マニアな、そしたら実は411-15 1995年に出た、トランジションパートでした、はい、でそれでこれがあの CD になるんですけど、名盤、はい、あのレディオヘッドの、ザ・ベンズ、セカンドアルバムですね、うん、それの3曲目の、ハイ&ドライ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 、 VTR があるんですよ、そう、そのパートをちょっとみんなでちょっともう一回見ないか、見たい、はい、はい、なるほど、はい、では VTR 見てみましょうか、はい、はい、あ、じゃあみんなでせーの VTR スタート、どっちなんだよ
してない、うん、そう、うん、さいい感じだったよ、いい感じ、いい感じ、すげえいい感じ、リラ感じだったでしょ、あの、うん、モノクロバージョンとかも欲しい、あれモノクロバージョンとか、まあ、でもいいな、そういうものじゃあそう、それであれを見てそこ CD を買いに、そこが、まあ僕はこれのレディオレッドの知ったきっかけ、そう、あまあその前知ってたけど、うん、別に CD は買ったりはしなかったんだけど、じゃあ本当に知ったのはそれはちゃんとそう、昔あったんだよね、411っていうビデオマガジンが、うんはいうん、そう今どうしても入手することがここに困難で、うん、あのどうしても出せない VHS です VHS そうだよ、そう、うん、今でも DVD に全巻になってるでしょ、あーなってるかもね、今はもう出てない、確かになんかスケートボーダーが411入ってる、買い取ったかったなんかちょいちょい古いなサイトでフランスだからね、うん、でもねちょっと待って、あのそうで小原くんがねこんなものまで用意してくれましたよ、素晴らしい、歌詞このレディオヘッドの歌詞なんですよ、問題は歌詞なんですよ、いやでもさぞかしいい歌詞なんでしょ、じゃあちょっとこのメカにも限界がちゃんとあるんで、あのいきなりじゃあ一番初めの歌い回しから、寝る前に聞きたい、はい行きますよ、はい2ジャンプス in a weekトゥージャンプスね、だから2回飛んだってこと、1週間で2つの飛び降り自殺でも、わったないよね、おいおいおい、待って、出だしです、はい、次、はい、はい、はい、I bet you think that's pretty clever, don't you boy、 これ、英語よか、あ、そうそれはとても賢いと思っているんだろう、少年、フライングオニオモーターサイクル、君はバイクに乗って飛び、Watching all the ground beneath you drop、君の落ちていく地面を眺めろ。You kill yourself for recognition. 君は承認されるために死ぬ。Kill yourself to never stop. 決してやめはしない。You broke another mirror. 君はまた一つ鏡を壊した。You're turning into something you are not. 君は今の君でない何かになっていく。そしてここ。Don't leave me high. Don't leave me dry. 僕を見捨てないで。置き去りにしないで。ここサビや。Don't leave me high, don't leave me dry. 僕を見捨てないで。置き去りにしないで。もう、ないよ。暗いですよ、僕。ちょっともう。うわー、やだ。これ何ですか、本当に。曇りっすね。ドライ。だから言ったじゃん、前回も。俺、この人暗いんですよって。僕は。はい。いや、これはもう本当に僕もびっくりしましたよ、すごいな本当に。ちゃんと。小原くんから昨日の夜中にメールがトク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 と来て、はい、それを読んだらこんなものが書いてあるもんだから思わず電話を返しましたよ、これ急遽これを入れるつもりはなかったもん、僕はちゃんと用意してたものあったのに、もうこれにもう何ですかこれあのまあそうですね、レディオヘッド、レディオヘッドって君がしたことの中で一番いいことってそれは君がいなくなったことってなんてこと、くらない、こういうの紹介していいんですか、いや、いいんですよ、だからこれは芸術のその表現のものだから、まあ、これを鵜呑みにするかどうかはもうその人次第の問題でしょ、これっていうのはアートの表現だから、
そうね、いろんな感情をみんなにこう伝えるための一つのこの、うん、なんていうのオプションっていうかさ、うん、そういうものじゃないですか、はい、だからこれはアートとして捉えるものだと、音楽はだからアート、神様そうじゃないですか、素晴らしいもう森田特派員の言ってたことが全てですね私は何も言うことありませんまあ私が言えるのは、はい、音楽って素晴らしいですねはい、ということで、はい、次は、はい、私特派員、はい、なんか私特派員が遊びに行ったなんかリポートがあるみたいで、ずっと最近、まあ、9月入ってから秋ですか、はい、もうフェス続きで、おーフェス、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 またフェス、もう仕事できなくなっちゃうんだよ、ね、いやそう、ちょっと嫌そうだね、もういやいや、全然全然だからもう、要はあれでしょ、なんていうの、引っ張られちゃうわけでしょそうですね、もう意識は置いて、あの現実を置いてるんですけど、やっぱり体は正直体はいっちゃうんですよ、多分なるほどじゃあ音楽と女の子に引っ張られていったと、まあ間違いないですねそう捉えて、スケートないの、スケートは、スケートはもちろんありますよ、あもちろん、だからもう欲張りコースなんですよ、欲張りコースもう秋の味覚欲張りコースそうですね、食欲の秋とかなんとか言うじゃないですか、はい、それ全部やっちゃえばいいじゃんっていう話なるほど、フェス、だからむちゃくちゃだむちゃくちゃだ、君むちゃくちゃなんですけど、はい、じゃあそのフェスリポートが VTR にあるみたいなんで、はい、じゃあ見てみましょうか、はい、はいはい、じゃあみんな行きますよ、はいはい、あせーの、あせーの、VTR スタート、こちらおはようございます、今日もまたフェスの日が来ました、またもやフェスです、好きだねフェス、ただいま向かっております、天気恵まれ、このロケーション最高ですね、フェスっすね、フェスで、森田くんが一生懸命我々を導いてフェスの道へ導いてくれてますで、助手席にはおっさんがこんな感じで、で、今日なんとおっさんの実の弟さんゲスト弟さん、ドライブに入れて入れてもらえてるため、お疲れ様です、すげえ、お疲れ様です、待ってるね、着きました、ご覧くださいこのロケーションとこの秘密的な隠れ家的なこのミニランプ、そして我が国日本、さて俺もスペースモードにスイッチ入れたいと思います、うまい棒1本30円です、まず着いたらビール、これフェスの基本、湯の温泉、せーの、はいはい、もうできた、あらもうテント出来上がり、早いわ、便利だわ、おさんこれ何ですか、面白いし、おびっきりのイケてるやつ、例のやつみたいな、ね、
この久しぶりにこの灼熱したランプが赤だとよく分かりました。で我らがボスもあちらでジャッジをしております。ジャッジをボスもジャッジでどうなんでしょう、ちゃんとつけてるのでしょうか。ございます。いかがだったでしょうか、今日のスケートキャンプ。今日で最終日です。
今回全てをプロデュースしているのはこちら。どうも、マチャ君です。どうも。ここはもともとは柿畑になってて、自分でユンボを使って、やべえ、やばい、やばい、ちょっとパークにしちゃいました。さすが浮かれてますね。おい、行け行け行け、楽しみしかないからね。そうそうね、欲張りコース。トリック劇場みたいな。みんなに楽しんでもらえて自分も嬉しいです。またぜひ来年もやるんで遊び来てください。お疲れ様です。お疲れ様です。お店開けるんで。あ、そうですか。FESN.TV よろしく。イエイ。いやー楽しかったっすね。削り倒してるね。いやでもあれは本当に、あれはっていうか、まあ2つともなんですけどね、さっきのフレッシュ役やナイトもなんで、そうなんもうけど大変ですね、結構大変でしたね。結構大変でしたよ、はい、冷蔵倉庫からユンボまで稼働させて。てか両方一緒に行ってんじゃん。なんか、なんか仲いい。私だけフェス大好きだなお前みたいになったけど一緒に行ってんじゃん。行っちゃいましたね。いや、すごい、ね、楽しいですもんね。いやいや、呼ばれたんですよ。でもすね、フレッシュ百屋ナイトに引き続き、はい、今年のなんつうの、なんの思い出的なね。思い出でしたね。笑いましたね。めちゃくちゃ笑いましたね。でも VTR も良かったです。良かったですね。ぐだぐだだったけど、やっぱこう編集でこう締まる感じが。すごい、俺ぐだぐだ感、ぐだぐだ感自分で出してそう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 。いやいやいや、いや結構ね、難しいんだよね。いや、でもああ見えてあれ面白いよ、あのいい、いい、毎回あれでいい。でもね、やっぱなんつうの、あの映像にもあったけどね、あのユンボとかあるでしょ、今度今回のこれね、ユンボで遊んだ経験ってないでしょ。ないね。工事現場で会って子供の頃、柵乗り越えてね、乗ったこととかあるよ。だけど実際、いや、でも実際本当にこう稼働させてさ、ブイーンブイーンみたいになった。俺、いきなりあれはどうやって始まったかって言ったら、あの、モッサンが、小松明君がね、あの人が、あの、俺のあれ乗りたいっていきなり言い出したの。いきなり、そしたら、あるっすよみたいな、鍵あるっすよ、いいっすよみたいな感じで、そんな気まぐれで乗り始めちゃったそのあの人のなんかガンダムみたいなさ、ガンダムを操縦してるみたいな、ね、そう、アムロ行きますみたいな、そういうこの図に見えたの。コックピットみたいな、ね、すごいなと思って。やっぱあれ楽しいよ。二人ともやった。いやいや、なんか、うん、見てた。いや怖いわ、実際。実際そうだね、見てんの。なんかまあ、いっぱいレバーがあるからさ、こういう動きとこう、なんかこの動きと、あとあそこ山なのね。山、山、そうそう、あそこ山だから、ユンボが登りはいいんだ、たくましくこうブル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 って行く感じは見えるって、おーたくましいってなるんだけど、こう U ターンした時ものすごい不安になるよね。ドロン、なんか重心もさ前にこうついてるじゃん。だからあいつがブルーンみたいなさ なりそうで、でもうモッサンがそれに下敷きになるんじゃないかと思ってハラハラしてたんだよ。何しに行ったの。いやいやユンボも乗りに行きました。そうそうそう、乗りに行きましたね。でもユンボはそれぐらいちょっとびっくりした。はい、はい、新しい、また女の子がまたいるんですよね。そうなるんですね。女の子言ってたよ、私言ってた、このままずっと一緒にいたら好きになっちゃうでしょ。みんなの前で公言してたんだけど、それさ、それさ、みんなも何も言わないのよ。
みんな、うん。みんな何も言わなかった。すごい自然な感じでなんか、うん、みたいな。それ疲れてるでしょ。いや、違う、そうじゃない、全然。普通に？いや、ホッピーだもんね。そうそう。いや、もうありがとうございました。トリックスの寺尾さん、こんな機会を与えてくれてありがとうございます。あと、一番初めに出てた、あの、メガネかけて、あの、わかる？あの、腕まくりした坊主の、こんにちはって、こういう挨拶してた。やつ映像でほら真っ赤ベースについた時DJ やってたダブルうつぎ、はい、ねいやうつぎが全部ちゃんとあの司会をやって見えないところでおおすごいなと、ね、いやうつぎありがとうそのすごい締めてもらいました、うん、そうですで昔あともう一人ねあと沼津って言ったらもう一人いたの西子のり人ってつけたのりくんって人が結構ね、仲良くなってスケーター昔知らない沼津のノリああ知らないですねあ本当あいや沼津のノリはそこで真っ赤ベースで DJ をやってファインナイトにしちゃったファインナイトの選曲だったおおと思ったよおおバックトゥザ15年前ぐらいみたいな疑ったのそれぐらいのいやノリくんナイス DJ そうそうそうそれよりさいやいや皆さんお世話になりましたねマチャも皆さんはいはいはいマチャくんねはい素晴らしい活動してますねいやマチャくんスケートオブザイヤーだ今年のいやさすがユンボの話は尽きませんがここで皆様に映像が届いておりますしかもはいガンガン届いております本当に本当ですかガンガンですはい、ということです、はい早速見てみますか、一つ目の VTR お願いします、はい、何個かあるみたいなんでお願いしますはい、では一つ目いきますよはい、はい、せーの VTR スタートよいしょハロー皆さんああ私 TY、TY からお届けするファグライアントフェスタ2012ライブペイント、壁を使ったライブペイント、oh, DJ トミー MT、my friend DJ トミー MT TY 360キックウェイ当日はいろんな人が集まってくれましたノリケーとかタクミキッズスクールキッズスクールやってる。そう、子供たち、ああ、フリップ、惜しいよ。惜しい。どうする？ブランド、子供たちの成長には目を見張るものだから、女の子は、これは女性ですよ。これ、you know、ヒール、可愛い蹴り方のいい足首だ。アンクルがいいよ。360フリップのバックサイドで戻るやつね。で、アクセスストールして、で、ノーリファイブを、おう。Now you have it. I'm only 360, yeah. Oh, genki. Oh, genki. Then you must panic over here. Oh, nice trick. Oh, Kenya Okuno. Yeah, Kenya Okuno. Nice. That, whoa, nice ankle. Nice ankle. 足首欲しいね。あの足首欲しい。おー、いい。もっといい足首。足首欲しい。あ、足首が欲しい。あなたの足首が欲しい。This is a contest, you know?This is a contest. I'm a TY. Skate Tiger. Oh, this is Judge. I'm a judge, no? Yeah. Oh, drop. This is called. Oh. Who's this, man? Who's this? Wow. Who's this? This is a contest. He's a winner? Hey, everybody. He's a winner? Thank you. I'm a TY. TY 大丈夫なのアンクルっておじおじさんじゃないよね足首のことアンクルでしょアンクル足首って言って足首外人じゃない外人かな外人弁っぽいですよね外人弁でも TY って言ってたちょっとそれの辺も知りたい TY さんの情報をツイートよろしくお願いしますはい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 それでははい2つ目の
はい、VTR もあるので一気に行くっすね、はい、またどん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 行きますよ、ギャン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 あるんで、はい、わかりました。はい、じゃあ行きますよ皆さん、はい、はい、2個目、せーの、 VTR スタート。中野にぎわいフェスタ、会場は旧桃の丘小学校、スケートボード体験教室、その横でボディペイント、子供たちの笑顔に混ざりながら、中野の名物コスプレイヤーたち、楽しんじゃえ楽しんじゃえ、昨年と同じセクションを設置したスケートパーク、中野区からのお達しで、お前たち策を強化しろ、喘ぎ声が大きすぎるので、布を挟んでも対策、お祭り開幕。うわーダーリーファイブローフェッキーナースプレンター、飛び越え、オリギャップマニュアル、マニュアル、グラントリバート、オーリーサンプラザ、これサンプラザバンクドロップ、オーリーグラインドオーバー、飛び越えドロッピング、マニュアルインターブレーキ、アワンフットオーバー、ああ飛び越え50-50、 バックサイド5-0、背面取り、バックサイドオーリー、フロント5-0、フロントテールリバート、フロントサイドオーリー、ノーズブラント、フロントサイドテールスライド、フロントサイドテールスライド、プッシュ3回目5-0、コスケマエタ、コスケマエタが来たよ、コスケマエタ、コスケマエタ、ハリケーン、コスケマエタ、ハリケーンだが、よくもう訳わかんない、もう、わぁ、ユタマキーノ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 、リバウンド、リバウンド、ユタマキーノ、360、サブロック、ユタマキーノ、バックフット、ユタマキーノ、手入れと勝利と、ノーリーノ、ぐるぐる、村井、村井より、インターフェンキ、気持ちいい、気持ちいい、テールスライド、湯速度、湯速度、湯速度、ワックス、フェーブル、フェーブル、ゴミヤギ、ポーンと、ポンだ、ポーン、挟んで、ポーン、挟んで、ポーン、挟んで、ポーン、板挟んで、ポーン、ポーン、ポーン、テールスライド、気持ちいい、オーリー、気持ちいい、オーリー、気持ちいい、デッキスタンド、すごい、これもすごい、これテールスライド、気持ちいい、リップスライド、危ない、危ない、リップスライド、ダウン、いや、プッシュ2回、オーリー、いくよ、いくよ、オーリー、オーリー、だから、オーリー気持ちいい、おー、ファイブ、気持ちすごい気持ちいい、うわー、ぐるぐる、うわー、バックでプッシュが気持ちいい、チャイニーズ2テール、頭引っ張ったく、バックサイドワイエティ、リバート、テールスライド気持ちいい、プッシュ気持ちいい、ブランド気持ちいい、インターフェイキ、うわ怖い、サンブラザーでインターフェイキ、うわ怖い、あ、チャイニーズシフティ、チャイニーズハーフキューブ、危ない、ブラッドテール危ない、ブラッドテール、うわメイク危ない、人に当たりそう、あったバント、おおワンフット、皆さん、にぎわいフェスタ来年もやるんで来てください、ありがとうございました、みんな来てね、ブイブイ疲れるね、これについて話すでしょ、いやでもお兄さんは薄ろの人だよね
お兄さんは後の人だよね。そうだね。後だよ。あ、後。あれもそのまま使ったんですよね。投稿。投稿。ギャンギャン来てるんですね。うちは全然一切いじらない。すごいね。すごいね、マジで。めちゃくちゃウケましたよ。いやー、すいません。ノンストップや。いやー、ノンストップやね。楽しいですね、フェスはやっぱり。いやでもね、にぎわいフェスタ、うん、本当にすごい、すごい方ですよね、うん、すごかった。あのウルトラマンはあれ、マッチャだからね。ああ、マッカチベースマッチャマッチャだから。あれ1週間ぐらいしかなかったぐらいね。2週間ぐらいあったっけ、間は。間、そんぐらいありましたね。だけど、あら、また会っちゃったみたいな。そう、来てくれたフェスフェスと。そうそうそう。もうフェス返し、フェス返し楽しんでてくれた。いやもうあの中野区やあのこの区の皆さんありがとうございました。あの FESN の .tv にこう出させてもらってね。あのセクションでも問題があります。問題があるんだって。あのすごいいっぱいあるセクションをうちらみんなで頑張って作ったやつをもう撤去してほしい。もうどかしてって、その今置いてある倉庫はダメっていう問題が今浮上してて、はいはい、でこっからまた何かをこう水面からこうやっていかなくちゃいけないわけ、うん、で1年間あれがあればまたあれができるんだけど、うん、あれを今度はどこかに保管するっていうなんてことをやらなくちゃいけなくて、まあこれからそれもあの随時リポートしさせていただきますんで、うん、あの保管リポート、保管リポート。いや、あのセクションをあのセクションをどこに持っていくのか。もしかしたら誰々君のおじさんがどこどこに住んでて、そこの倉庫がいらないからいいよ使ってとかっていう場合はあるかもしれない。それ募集してんの？わかんない。止まった。止まった。そうだね。いや、あのそういう人がいてくれたらもうそれは確かに。どんな可能性でも、どんな感でも本当に生きているだけで可能性はもう無限大です、うん、ね。はい、はい、嵐森田特派員、はい、噂に聞いたんですが、はい、前回のフランスのレポートに続いて、はい、今回もあるみたいですね。あります。ボンジューボンジュー。あ、見てみますかそれ。いや、はい、あのそのためにちゃんとあの仕込みましたから。いや、用意してくれました。頑張りましたから。さすが森田特派員。はい、さすが。じゃあ見て、何かありますか。投稿です。いや、投稿じゃありません。投稿じゃ微妙なとこですよね。はい、微妙なとこです。じゃあこれが多分最後の VTR になるんで、はい、はい、見てみましょうか。はい、はい、では皆さん一緒に、はい、せーの、 VTR スタート。これ今日のおーい、やっぱ生放送やばいよ、やばいよ、ね、生放送。はい、どうやってつなぐか。乾杯。ボンジュー。生放送ですからね。そう、たまにしかこういうことないですから、そう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 。ボルドーボルドーボルドー、あ、これ前回のボルドー。そう、ボルドーワイン。ちょっと飲んだね。あ、そうか、飲んだか、この間飲んだよ。そうそうそう、ちゃんと冷やして冷やしたそうで、これは皆さん、はい、オッケーみたいですよ。オッケーですか。イエ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 イ。はい、はい、はい、ということで、はい、あ、早速、はい、フランスの後編ですね。はい、はい、じゃあ森田特派員のレポートを見てみましょう。わかりました。はい、じゃあ、はい、皆さん行きますよ。はい、はい、せーの、 VTR スタート。Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Santiago Sasson. How's the game today? Yeah, baby. Good? Good. Yeah, street game? Yeah. Know what I'm saying? こんにちは、皆さん。パリに来てます。前にベンジャミンさん。
ヨーロッパのフランスのスケートの歴史を深く知る人です。パブロ、パブロ、パブロさんです。今日たまたま一緒に日本に一回来てきたことがあるWhy did you start the magazine, make magazine? You start the sugar, right? Yeah, we were doing a fanzine, you know, a photocopy fanzine with my friend in the suburbs of Paris. We get recognition by doing the fanzine. And then one day a publisher found us and asked us if we could do a magazine. We said yes, and we had no idea what we were doing, but we did it. And yeah, it started like this, by just doing small independent things, and then growing slowly. And then Sugar started, when I did Sugar for 8 years, I think. 8 years. Me, yeah. Then I quit to do a Kingpin, a European magazine. Yeah. And Sugar, I did Kingpin for 6 years. 6 years. Maybe more. I don't know. 8 years. I stopped working with them, and now I'm doing a new project, like a website. It's live. Oh yeah. Live. I don't know if you can see it. Really new project, been 2 months. So it's in French and English. So it's not just a French project. It's open to all communities. And the idea is to not speak about all the boring stuff and only speak about interesting things. But very open. I believe as the best thing about skating is the diversity of people and in what they like also. And there are people like you or Leo doing what you do, and then there are other people doing other things. So I try to show that to people so they can, and then they decide what they like. And or maybe they see something they don't really like, but they're like, oh, it's interesting. I didn't think about this, but I think it's important for any media in general, but skateboarding media, to show all the options, and then you decide what you like. I think it's the job of the media anyway, even if it's a general or political or society media. Show all the options, all the points of view. The person watching it or reading, or they can make it exposed, and then they decide what they're interested in, or what they should believe in, or what we should do. So yeah, I guess that's my take on it. A lot of people try to say that skateboarding was better before. I don't believe it. Mm-hmm. I think now is a really interesting time. There's a lot of freedom, but more open-minded. Yeah. Where before it was skating always had one style. What was the cool style? Yeah. And I think now it's really interesting. It's a lot more open. Yeah. And you have options to decide what you like, and you're exposed to more. Yeah. So I think it's really interesting. Wow. This is Bordeaux. Bordeaux 駅です。ここがレオとヨンの地元。Bordeaux. This is Bordeaux ground. Yeah. Everywhere. Really good. Take. See you soon.また全部見せてくれない。
そんなものじゃないよ。大切な思い出だから。フレンチ。フレンチ。ボルドーはね、でも本当ね、ワインとかね、なんていうの、本当普通に、なんだろう、ジュースみたいにみんな飲んでる。ストリートで飲んでる。ストリートで、でもやっぱちょっとその、そういう若い子たちはやっぱ持ってるね。でも警察もすごいうりょちょろしてるし、なんか治安は。やめちゃダメ。どうなのかな、なんか。いいのかな、もうよくわかんないね。でもとにかくみんな自然にワイン。ワイン。そう。なんか気を張ってる人とかもあんまりいなくて、なんかこう、なんつうの、おーっていう感じのさ、こわもてな感じの人とかもあんまり見ないし、みんななんかすごいハッピーな感じがするね、すごい見てて。だからスケートとかしててもみんななんかすごい好意的だし、まあ邪魔だったりとかするとこれを投げてくるおじさんとかもいたんだけど、それ好意的じゃない、だよ。まあだけどそれは家の下で俺たちがいたから、俺ら滑ったりとかして、それは投げたくもなるじゃん。さでもまあそういう人がいたりとかするけど、でも自然な感じ、スケボーするにはなんか街としてもすごいなんかいいところ。最後なんか路面、路面がそのボルドーの特徴は街の路面が大理石なの。すごい、本当にあの建築物で使ってるようなすごいやつあるじゃん。ああいうのがドーンって街、もちろんアスファルトとかもあるよ。だけどその買い物ロードみたいなさ、あるじゃん、いろいろストリートの中の。そういうのはもうずーっと、じゃああれだ、キャッキャーウィール鳴らせるわけだ。そのもう最後鳴らしまくったな。鳴らしまくって、もう泣きまくって。泣きまくって。キャッキャー。キャッキャーね。キャー笑わせる。キャーキャー笑う時もあるんだよね。笑う時も。微妙に違う。微妙に違う。笑う、ウィールを泣かせる、ウィールを笑わせる。ボルドーのやつもみんな知らないから、ウィールを笑わせる、ウィールを泣かせる。言ってみてよ。何を？あのその、あ、英語で言えないの。ウィールを笑わせる。笑わせる？ウィールを泣かせるって。Okay. なんたらクライ。いや、もうスクリーンとか。ああ、ね、サウンド。ギャーッとか。ああ。ギャーッ、いやだから、そう。ギャーッって言わない。ギャーッ、そうだね。いや、もう、ウィル、そう。ウィル、このウィルを、このディスウィル、ディスウィル、キャーッ、キャーッ、本当おかしい人だと思う。いや、でも、インタビューもしてきてたね。はい、ベンジャミンさん、あね、ベンジャミンさん、雑誌の人、あの人が雑誌を、フランスに本当に初めてスケボーの雑誌を作った人で、で、本当にもう、年もずっと上の人で、もう本当そういう仕事をしてる人。でもうスケートのずっと昔からを見てきて、すごい人だね。でやっぱり自分がいろんなところにこう在籍して、いろんな雑誌のキングピンなんていうのは多分今もずっとやる、すごい、あるよね、そう、そういう雑誌としてはすごい大きくなった雑誌なんだけど、そこにやっぱり自分の活路を見出せなくなって、なんかこれではないっていう。でちょうど俺が行った2ヶ月前ぐらいに、あのもうちょい前だと思うんだけど、あのライブメディア、ライブスケートボードメディアっていうのを作ってやり始めたところだっていうので、でももうあの人一番有名なのでは、今ここにはないけど、ラ・サークルっていう、あのマーク・ゴンザレスがサークルデッキ、エッフェル塔のさ、こういうスケボーをこう、スケボーをこうカチャカチャ全部つなげて、こうやってカチャ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 って一周させたスケートボードにマーク・ゴンザレスが乗って、それをエッフェル塔のあのタワーの見えるいい公園があるんだけど、そこの公園で撮影してっていう、あの写真はあの人か、あの写真集を作った人がベンジャミンさん。そう、今多分すごい希少な写真集、確か限定でプリントしてたのかな、あれ確か。だからもう欲しくても買えないようなものだと思うんだ。そうそう、だからでもすごい多分歴史的なものだと思う。スケートボードのね、歴史を語る上で絶対必要な写真を撮った重要な人だと思う。そんな人に会えたから、あの思わずあのインタビューさせていただきました。ベンジャミンさん、ありがとうございました。ありがとう、ベンジャミンさん。ベンジャミンさん、はい、ベンジャミンさん、そうなんですよ。あれ、神様いるの？いますよ。似てるかと思う。神様って寝るんですか？いやいやいや、このフランスのレポートは、はい、第3弾目もあるんですよね。あ、第3弾目あります。あ、じゃあそれを皆さん期待してもらって。To be continued。 To be continued。 はい、って感じで、はい、あははは、なくていい
タイミングで。あ、誰か来ましたよこれ。誰か来ました。誰か来ましたよ。宅配ですよ。そう、誰か来ました。宅配。あれ？宅配だ。ちょっと ちょっと 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 ちょっと。みんな立て。みんな立て。みんな立て。何よ。イエーイ。誰もこれ知らない。台本にないやん。俺も知らない。イエーイ。はいはい、閉鎖です。なるほど。どうも。こっちこっち見て、こっち。いや、もう一人。ハイヨリーの前です。わー、そう。イエーイ。ありがとうございます。ナイスとミーチュー。ナイスとミーチュー。ナイスミスター。ナイスとミーチュー。Hey, I think I met before in San Diego. Hello, possibly. Oh, possibly, yeah. やばい。やばい、立ち話。ここで立ってます。これ、いきなり。これ、アメリカンスタイルの立ち話。OK, sit down. Sit down, please. You should come over here. Yeah. やばいね。Getting it. すごいね。みんなすげえよ、みんなゲスト、いきなりすごいゲスト、サイロス・バクスター・ニール、サイロス・バクスター・ニール、2008年のスケーター・オブ・ザ・イヤーだよ。知ってる？イエー、サンキュー、サンキュー。えぇ、ウィス・ユー、アンド・サイロス・プリンス。ハビタスのチームメイト、マリス・ファニオン。ユーチューブ・ハンギン・アウト。紹介してよ。あの、ハビタットのライダーですよ。ハビタットのライダーだ。ニューライダー。あ、he's been on for a little while. うん。おー、thank you very much. Yeah. No, no, it's okay. Sorry. 知ってるからだ、サイダーさん。知ってる。Your wife. Oh, she's good. Yeah. We're back in Tokyo right now. With the family, hanging out. Yuri. Yeah. あ、奥さん。日本人の奥さんを持ってて、うん、俺と知り合って一番初めて知り合ったのは奥さんを通しての交友関係で知り合った。まだパウエルのビデオ見たことある？いやサイラスさんからスケーターオブザイヤーの乾杯。乾杯。いただきました。アディダスのサイラスのモデルの新しい、もうでも見てよ、ちゃんとスケーターここアップした方がいいよ。 Right here。 これこれがあって、ちゃんとスケーターはちゃんとこれがこう削れて、みんな綺麗なのばっか履いてたらバチ当たるよ。いやサイラスです。ナイスシューズ。これセカンドモデル。あー、これ大丈夫、ちゃんと撮ってくれた。大丈夫撮って今すごいよ、この人も。でもこれみんな来るの知ってたの？知らない。いや、俺は知ってるよ。あ、知らないよ。知ってる。いや、だからさ、どうしてもサイラスに来てほしくて、なんつうの、What?ここに来る理由は、日本に来る理由は。Yeah, what are you here for? I'm in Japan to do like a video project for Adidas. I have like a new clothing line coming out. And so they wanted me to film some kind of part, and I just wanted to do something a little different. So I had the idea of trying to do like an all nighttime part in Tokyo. So we just been every night we go out, we leave the house after dark, usually like around 9 or 10, and we stay until like 4 in the morning, 5 in the morning, something like that. Oh, yeah? So it's been super fun. It's been really good so far. What time was sleeping? Sleep? Not much sleep. We go to sleep at like 6 in the morning or something like that. Sleep till noon, 1 o'clock or something like that. So get like 6 or 7 hours a night or morning, I guess. But usually the sun's up before we go to bed. Yeah.もう約束がない。ありがとうございます。全然わかりません。全然わかりません。いやいや、じゃあ俺がやるよ。なんでだよ。じゃあ、おったがった。アディダスからサイラスのアパレルラインがリリースされる。それのプロモーションのビデオパートを日本で夜を中心に撮影をしていて、まあ10時とかから、まあ、夜な夜な街に出てって夜明けまで撮影をしてっていう生活を東京で今過ごしています。
めっちゃ分かりやすくなった、ね、めっちゃ分かりやすくなったね。で、あのフレンズは、あの Yeah, Marius just came out. He didn't have anything. He's never been to Tokyo before, so he just wanted to come. First time? Yeah. Oh, are you in Japan? Yeah, yeah. For sure. Yeah. Where are you from? I'm originally from Helsinki, Finland, but I live in San Diego, California. Oh, I see. Helsinki. Oh, okay. I was in Copenhagen. Oh, yeah. Yeah, back in the day. Yeah. Good time there for sure. Yeah, yeah, good, no, good weather. Yeah, yeah, right. Summertime is best. Oh, for yeah. sure. Mm.ヘルシンキって行ったことある？ない。ヘルシンキって役位。あ、役位。あのヘルシンキ出身で今サンディエゴに住んでる簡単のハビタット在籍の東京初めて来たマリウス・シバンさんです。だから、そう、でもアディダスで来てるから、でも本当に友達のその感じで来てるんでしょ、うんうんうん、要は日本に来たことないからサイラスが家借りてるから、うん、おいでよって言って、うん、アーリーよって言って一緒に生活しようよ、うん、ムーミンやね。ムーミン、フィンランドって、yeah, ムーミン、ムーミン、ムーミン、そう、yeah, yeah. あのこれはこのこれリュウキに似てる人、little characters? Yeah, 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 that one guy, yeah. Snapkin. Snapkin, that's right. In Finnish, it's pikkumi. Pikkumi? Pikkumi? Yeah. Me? Yeah. What's the mean-looking chick's name? Me. Me. Yeah. What do you guys call her? Vaiskunen? Vaiskunen? I think so, yeah. I'm not really sure. Moomin talk. Moomin talk. Yeah, Moomin. Moomin talk talking about Moomin. Moomin. Yeah, that's funny. あ、そんな、だからサイラスがでもとにかくこうやって来てすごいんだよサイラス。俺ね、まあバラシやけど電話したの、うん、それも今日で、今日どうって言ったら、そしたら2つ返事でいいよ。おースケーター called you out of the blue today? Yeah, come here? Yeah, we just called this morning and see if we could come down. それまで知らないの、昨日も知らない、昨日も知らないし、その感じ。愛があるね、ありがとう。ありがとう。いや、だからここでとにかくね、サイラスのセカンドシューズとね、ファーストシューズとアディダスのシューズがね、出たっていうこと自体がね、もう嬉しくてしょうがない。その知らないでしょみんな、だってアディダスつく前とかさ、サイラスでしょ。そうそう、フロントフリップやってる。今ギャグが出た。そう、知ってるみんな、本当に俺サイラスね、スライダーのインタビュー対談で言ってくんな、書いてくんなかったけど、俺ずっとあんなに強調してたな、サイラスのフロントフリップがすごいよっていうのをみんなに教えたかった。それはスライダーじゃなくて VHS のね対談で、サイラスのフロントフリップはちょっと芸術入ってるから。He's saying like you're a front side flip. He's a very like hard. Oh, he can do it. So he's asking you've been doing that a lot. What's that? You've been doing front side flip a lot. Sometimes, yeah, I always do a lot. I guess. Steep なバンクでやらせたい。急なバンクのみたい。サイラスの急なバンク。すごい。He wants to see your own front side flip on like a steep. お題。お題。お題。いや、そうそう。スケートオブザイヤーですからね。はい。すみません。でもすごいですね。ここに、このスタジオに、そう、ありがとう。ね、オブザイヤーが。で、なんだ、俺もちろんほんま知らんかった。いや、知らんかった。そうだ。ちょっと待って、一回俺、いい？俺、英語の発音がちょっと難しいから、彼の名前がわかんねえんだよ。なんて言うの？ Can you pronounce your name again? Marius Savannah.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  OK。いや、難しいな、ヒアリングが難しい。Takahiro Morita。 Yes。 Takahiro Morita。 それは別に、いや別に外国弁ですよ。いや、Fumihiro私なの。それはあの、ナレーションになっちゃう。Yuichi Opera。 Yuichi Opera。 Opera。 まさ、Fumi Kajitani。 OK。 いや、まあそういうことで、あの、そう、どういうことか。あ、ちょっと待った、サイラスが持ってきてくれたものの中に、そうだよ、今日の宅配物がありました。なんでしょう。ああ、ゴッド。
どっちだどっちだどっちだ360 view、 360度を見渡せるカメラのレンズ、はい、iPhone のこれがレンズみたいです。こんなになってる。 What is it you can see? You can see like It's like 360. Oh, wow. こんなものがありました。はい。そしてですね、今日これは、はい、これを今度これで一緒に遊びましょうよ。GoPro にこれに続く。はい。それは自転車乗りの八四くんっていう方からのお達しで、これですか。はい。とあのご連絡いただきました。一緒ですこれは。はい。今度これを皆さん総力あの紹介したいと思います。スーパークロでしょ。サイラスも気に入ってくれたからこれは大丈夫だぜ。いいえ、ありがとう。ああ、持ってますよ。どうなの？これで今日の放送すごい長いこといっぱいやったと思うんですけど。ちょっともう12時前になってますよ。いや12時前になってるけど。はい。あの神様。はいはい、起きてますか。起きてますよ。だから寝てるんじゃないかな、はい、今度ですね、はい、10月28日、はい、これはなんて言うんですよ、南魚沼市、はい、でスケートのコンテストが開催されますので、お近くの方はぜひぜひ。イエー、はい、もう一つ、はい、長野県、はい、アイアンクロウスケートパークにて、はい、これもスケートのコンテストが開催されるそうなので、はい、まあ、長野にお近くの方は遊びに行ってください。はい、はい、こんな感じでいいですか。いいです。はい、はい、はい、僕も一ついいですか。あ、どうぞどうぞ。友達アンソニア・コスタ来日しております。フォトグラファーで、まあ、超うまいスケーターなんですけど、僕は昔アメリカで一緒に住んでたお友達なんですけど、今週の金曜日、FTC 東京にて、写真展をやるらしいんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。あのフリービアだそうです。お、誰でも行って遊ぶ、あの見れるんで、ぜひよろしくお願いします。今日あったすいません。はい、はい、今日もやりましたね。ありがとうございます。サンキューベルマッチ、ありがとう。イエーイ。なんだっけ、もう一回。マリアス、マリアス、サンキューベルマッチ。マリアス、イエーイ。サンキュー、マリアス。あら、あれ、あら、あれ、あら、あ、いいタイミングで入ってきますね。はい、今月の、はいはい、FSN.TV はいかがだったでしょうか。スケートボードを真剣に考えるをモットーに、東京中野区にある FSN スタジオから生放送でお送りしました。で、今回投稿 VTR を紹介したんですけど、常に FSN.TV は、皆様からの VTR を募集しております。ですね、中野のスケートショップファットブルースまでどしどし送ってください。あの随時紹介したいと思いますんで、よろしくお願いします。ちょっとまた告知が最後にありましてまたまた先月紹介した沖縄にちょっと行ってた映像を何とかしようって話が出てたんですけど、そのね、ちょっと DVD を作りまして、そのちょっとトレーラーを短いんですけどちょっと作ったんで、ちょっと VTR がありますんで、おい、いきますか。VTR 出動。
どうだったでしょうか、短いんですけど、実際これあの DVD にもなって、あとまあブルーレイでも出るので追加情報はシークレットカット .net で告知していくんでよろしくお願いします。さて次回の FSM.tv の放送は11月15日夜10時からスタートです。ご覧のアドレスは www.ustream.tv/channel/fsn-tv です。まあアドレスが分かんない場合は Yahoo とかで fsn.tv で検索していただくと、まあ、トップに出てくるんでぜひよろしくお願いします。これからもスケボーバラエティ番組、改めスケートボードバラエティ番組 fsn.tv をどうぞよろしくお願いいたします。司会は私ハードツアイス代表シークレットカット編集長の中村幸久がお送りしました。それでは最後に、今回もスケートボードをしている時に路上で出会ったアーティスト、例の三浦さんの歌でお別れしたいと思います。それでは三浦さん、今夜もよろしくお願いします。結婚式の曲を一つ、明石。一生に一度の花嫁姿、しっかりと目に焼き付けていなきゃ、今日ほど綺麗で美しい日は今まで見たことないでしょう。黒いタキシードに身を包んだあなたの愛する人は、二人が出会ったあの頃よりも少しは凛々しく見えてるかな。昨日までは恋人だったけれど、今日からは家族になるんだよ。照れないで薬指につけた絆が愛の証。これから二人が歩む未来にきっと光が満ち溢れていますように。こぼさずいよ互いの愛を、いつもいつでも離さずにいよう。願っているよ幸せがずっと続くように。やがて生まれてくる一つの命、二人で大事に育てて行こう。父親になって、母親になって、子供を抱いている。それが家族の証。これから家族で歩む未来にきっと光が満ち溢れていますように。こぼさずいよ家族の愛を、いつもいつでも絶やさずにいよう。ありがとうございます。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。